はい、ラジオを聴いている皆さん、こんにちは。ちはロックミュージックサンデーの時間がやってまいりました。はい、はい、この番組では。 県内で活躍しているバンドの人たちを呼んで話をしたり MC の2人で音楽について語り合ったりする番組でございます、はい、そしてこの番組ではリスナーの皆様からのメッセージやリクエストなどをお待ちしておりますメッセージやリクエストなどがある際は7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p までお願いします、まあ この番組はユーストリームとツイキャスで音声と映像の生配信をしております FM 講座のホームページから見ることができますのでそちらの方からでもコメントをお待ちしておりますよろしくお願いしますはいはい始まりました始まりました <laughs> いやこのメンツ久しぶりっすね久しぶり俺が2週間ぶりですねうん <laughs> お久しぶりですよそうっすね <laughs> どうだった先先週は、はい、先週は 先週はもうあのー、えー、っと何おとといぐらいおとといしおとといしおとといしおとといぐらいにあったライブのメンバーをアンプロとロクティスで放送しておお2つのバンドを主催の2バンドを呼んで放送した感じおお<ー>そうそうでまあいろいろ宣伝したりとかいいねーそんな感じで 先週で今週からはね新学期ということでそう新学期が大学とかってもう始まってるのかなうーんわかんないなわ <laughs> かんないな <laughs> 大学いやでも高校がまだだから多分大学もまだかないや大学は始まってると思うよ、うん、多分そう<嘘>うん早い <laughs> 多分大学始まってるんだもらーんなうん え、先輩はいつから俺明日入学式です明日おお明日入学式です明日おめでとうございますありがとうございます実感ないあまだパッパラパーして遊んでるからうん遊んでねえよ遊んでねえよ俺そういえば気持ちだけだよ遊んでるのそうだよ働いてるよしかあ バイトうん<ー>もうやったり家では家帰ってすぐ音楽音源作ったりしてるもうこれだけ家にこもってると何、うん、ていうのかな感覚狂ってくるよ結構えどういう感じで来る来ると言うと来るどういう感じであ,あ感覚、うん、例えばあれだよ家いてずっと夜中までギター弾いてるからあ,あ起きて 体内時計が来るまず最初に時計と体のあれが全然合ってないもう慣れてくるけど最初は最初はきつかったでもそれがああなにギター弾いてたらこんな時間かそう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 夢中になりすぎてというかあはお結構ある結構えーっとね一番やばかったので。 結構バイトから帰ってきてでご飯食べて、うん、でいろいろお風呂入ったりとかしてで何もかも済ませて部屋に入るんだけどあそ<ー>でそっでい体1時わ 1> もう1時からギター、うん、おお<ー>あでもヘッドホンつけるよ <laughs> ヘッドホンつけて エアギター…エレキだからもうチャカチャカしか言わないからヘッドホンつければこっちのもんだから、うん、で弾いて気づいたら6時まで弾いてたとかあるやばい結構ある耳コピーするとこんなもんだよ、うん、あー結構かかるワンフレーズでとか、うん、一回この自分がギターを教えてもらってる師匠がいて、うん、この師匠が LINE のタイムラインで「うん」 これ耳コピーしてこいみたいな言われてたからこれやろうと思ってで耳コピーしてでその時もだいたい5時間くらい簡単なリフなんだけどいろいろなんていうのああここチューニングこうしてたらもっと楽にできるかなとかいろいろ工夫しての5時間だったから耳コピーが全部終わったのは3時間くらいなんだけど単純計算でそれくらいかなうわ すっげえあでもまあうん好きなことやる時間が夜中になるあ<ー>なあーそっか夜中しか時間が取れない感じそうだねあ<ー>あ<ー>大変だうんあツイキャス来ておりますおるしさんおはよう元気いいってうんおはようございます <laughs> 元気どうだろういや俺は元気な方 <laughs> 自分は今あれですね ちょっと寝不足で顔がもう眠たくなっております <laughs> なんかちょっとつら <laughs> そうな感じここからはいオロチさん今日はゲストいないのっていうことで今日は二人ですそう新学期ということでいろいろお話ししていこうかなっていう感じでございます<う>じゃあ早速一曲目のリクエストいっちゃいましょうかはい一曲目久しぶりのリクエストですね俺また おなじみのアーティストになるんですけど、きょ今日今日のリクエストは、上田まりえさんとアーティストなんですけど、上田まりえさんのミルキーですね、聴いてください。 はいお送りしている番組は「ロック・ミュージック・サンデー」でございますはい今週は2人でどんどんフリートークといっていきましょうさあ、はい、新学期です新学期でございますよ何もしてないけど気持ち変わるよねやっぱり、うん、新学期って言われたらもう新たな自分で行くっていう あ,あでもまだ一応春休みってことで俺はあの部屋の部屋と心の整理整頓中っていう <laughs> おー部屋片付けたねああ分かる <laughs> <う>部屋は片付ける俺部屋片付けたよ<う>新学期だからとかは関係ないんだけど汚かったからもう一回片付けれって言われたから、うんうんうん、それで今部屋と心を整理整頓して俺の部屋汚い理由は、うん もううなんていの見た目が汚いわけそこまで散らかってはいないわけただ見た目が汚いっていうかじゃあなんか分かる例えばギターが立ってあってでシールドとエフェクターとこのこのこうアダプターともう線がぐちゃぐちゃ,ぐちゃしてるわけもう,もう分かる線がぐちゃぐちゃしてるわけもうもうる線ぐちゃぐちゃするなめっちゃそうそうそうでもそれでもまずもう見た目がき汚いさもうシールドうわ散らかってんなみたいなであと俺タンスはあるんだけど で、洗濯物、このこれのってあるけど洗濯物入れないわけ、タンスに。このタンスに入れるのがめんどくさいから、タンスの上に置くわけ、ちょっとちっちゃいタンスだからちょうど上に置いてで、そこから服探してるわけ、で、積み重なると、だらだらってなるさ、もうその時点で汚いさ。 で俺カバンの置き場所がないから自分の持ってるだからんていうのもういろんなところに置くからもうカバンが転がってるわけその時点で汚いさだからもうトータルで結構汚い結構汚いと思うトータルで結構汚くなるっていうだから片付けもすごい早いよだってタンスに服入れてシールド巻いて片付ければもうすぐ見けるあと冬服整理したああもうそんなつける機会もなさそうだしうん コートを2個も持っててでもいらないなと思って片付けてあと制服を捨ててああ捨てたんだもったいない気がするそ弟がいて「うん、お前未来効果いくか?」って言ってあ行いくかや <laughs> だからちょっと冷めてたからうん弟は何年生今中二。あ中二上がって中二あ<ー>だ考えてもいい時期なわけようん、うん、中一はまだガキようん、うん、小6の成り上がりだから 俺もガキだったから、中1はまだ小さい、中2から、でも早いか、中2も。一番中2と高2が遊べるよ。高 2>, <ー>2でしょ高 2>, 2, 2でしょ遊びまくりさ。もういっぱい遊ぶよ、今年はいろんなことやるよ、今年は。うん、何してもいいよ。うん、<laughs> もういろいろ決めたから。何しても本当に怒られないと思うよ。あー 怒られはするるわ <あー S 1> ちょっと待って <laughs> 取り返せるなごめん何しても怒られないはちょっと嘘だうそ、ん、だ怒られるけど取り返せる、うん、そう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 ,うんまずねいやいやいいやいやここで <laughs> いやここで <laughs> このタイミングでチーン <laughs> そうラジオを聴いてる人を皆さんはちょっと伝わるかどうか分かんないんですけどこのこの 今日これをちょっと目いっぱい使ってトークをしていこうかなと <laughs> はいオロチさんありがとうございますツ <laughs> イキャスの方でチーンっていうコメントが来ててちょっとそのタイミングで押せたので <laughs> ちょっとタイミング間違ったから今押せってことではないよねこれね <laughs> うん的なこんなんうろうねうん ゆうや部屋以外に新学期だから何をしたっていうのある新学期だからとりあえずもう人柄を変えてあもうキャラチェンするのう <ん S 2> もう新学期と共にキャ,ラキャラチェンっていうかなんかこの今までは何このねいい子ちゃん系で来てたえ来てたんだけどそ,だそんなの絶対楽しくないなと思って。 なんか人の顔を伺って生きていくの嫌<う>だなと思ってうもう何普通に自分のやりたいことやる人間になるなろうと思ってるいいと思うよ、うん、そのうがいいよそ,うその第一歩としてこの「未来効果」に練習行った時に「<う>第一歩」っていうのかなまあ、分からないけどこの未来効果練習行った時に、うん、お昼休憩みたいな時になんか練習してたけど「うん、この使いたい」っていうバンドがいて「 そのバンドが使ってる間お昼休憩しようっつってお昼ご飯結構早めに食べ終わっちゃってすごい暇してたわけそれでなんかテニスの音が聞こえるぞと思ってテニスコート行ったらテニスやってて普通にガッて入ってヤッホーみたいなはあ入ってってマジかラケット貸してみたいなのやって一緒にテニスしたっていう <laughs> うわ俺ゆいやそんなアグレッシブだった <laughs> いやだもうアグレッシブにいこうかなっていうやばっ 俺でもそんな <laughs> いやあるぞあでも高校1年生の時そんなだったかもな俺も先輩と具志川高校まで自転車で行って、うん、チャタンから <laughs> もう夏の真夏の夏休み覚えてる夏休みに具志川高校距離で言うと11とか12キロくらいじゃない、うん、自転車で行ってギター担いでうわギター担いで担いででい先輩がベース担いで行ってで具志川高校の軽音部に、うん まあ、殴り込みという形でいってアポ一、まあ、人だけしか取ってない一 <laughs>、まあ、人に取ったからいい方なんだけどね<ー>楽しかったなあの時はそうだからこ今年はねすごい今年はっていうかこれからアグレッシブに生きていこうかなっていう,うもうね自分に嘘はつかないで生きていきたい,かっこい,い生きていきたいよそうそうそうからもう、うん、これしたいと思ったらやる いいね、やりたくないと思ったらやらないあでも俺高校1年生高校2年生がピークなんだけど、うん、高校1年生高校2年生がピークで今下がってる状態だわけグラフで言うと <laughs> な何が何が何この,俺の好きみたいなそうそうそうこのなんていうの俺のこの威力威力,っていうの威力気力気力っていうのの、うん、勢いが下がってる<ー>勢いが。 <laughs> 高校1年生でぐーんと上がって、うん、高校2年生でピークに達してで高校2年生の違うか高校3年生までこうやってなって高三からずっと今下がってる状態<ー>ライブもしてないし<ー>もう周りの噂では俺にハキがなくなってると俺にハキがなくなってるとあ,あ,あの時の正午はどこ行ったんだとか いう先輩もいればあーあでもわからんでもない気が <laughs> 12年生はしゃいでたからなうんすごかった気がするバイトもしてなかったから毎日「イエーイ!」だったしギターやっほー言って感じそう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 ,そう,う家帰ってはギター弾いてそうだねだっただっただって手紫になるまで弾いてたよ俺 <laughs> ずーっと覚えてるマジ F コードしねえって思ってたよ俺 <laughs> <laughs> F コードはね、うん、最初の頃はすごいめっちゃコずる F コードだけじゃないわ思ったら正派<ー>自体なくなればいいのに本正派いやいやいや <laughs> <laughs> いや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 マジでスライドギターもする気ないのにこの指にはめてこの丸いやつを正派<ー>しやすくしようとしてから <laughs> <laughs> あ<ー>意味もわからなく買ってとかうんいっぱいあったああ 無駄な努力よね今,、うん、今思えばもうちゃんとできるけど <laughs> あとーどうだろうだから俺今年は、うん、今年の新学期の目標というか、うん、まず何て言うのかなライブもしたいけど形にしたいかな形にしたいっていうか一歩前に行きたいよねああ<ー> <coughs> ライブして楽しくてイエーイよりかはオーディション出て、うん、ああ受かって受かってっていうよりも今は落ちときたいかなあ<ー>今トントン拍子で行くと怖くない, <laughs> いこの年でちょっとちょっと本当に現実そこら辺現実味を考えてる <laughs> <laughs> そういうところはちゃんとしてるあでも俺結構共通してるっていうか自分の中で覇気が覇気威力い勢いが上がるこのシステムを分かっていて 生活この俺が勢いが上がる方法を自分でちょっとなんていうの分かっててあはこの慣れてないところに行って初めてのことだらけだとすごい楽しくてテンション上がって毎日が楽しくてイエーイみたいになって覇気が上がるわけただからそれが慣れてくるとあーどんどんそう楽しくなってな日常に慣れ飽きっ,っぽいから俺。 ギター以外は結構秋っぽいところあるから、うん、この下がってああみたいなの<ー>るからだからこのこの明日から明日からそうじゃあ明日からめっちゃそう勢いつくそうそうそう入学式ですよだから俺も多分来週の放送あたりには俺顔も変わってるよ <laughs> <laughs> 顔も勢いも変わってるえーとか言ってから <laughs> も,もっと何 生きてるっていう。そう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 。<laughs> あ、おろちさん、マンネリしマンネリしちゃうと辛いなーって。そう辛いね。マンネリしちゃうと。マンネリ。学校の嫌なところ。本当にうん。あと俺機械科で機械科が二クラスしかなくて、あ<は>クラス変わっても、あ、<laughs> って感じなわけ。女子もいないし。うん。だからなんかクラス外にもそこまで魅力的なものがなかったし。ああ。 それに比べて小座高校クラス何クラスある ?10 クラスはぁ楽しいもう絶対ほとんど初対面じゃもう最初のクラスであだがしかし特進クラスは2クラスあれもしかしてゆうや特進イエスマジか <laughs> え今知りあ俺特進特進だよ特進あれ相当エリートいやエリートではないけどは、まあ、特進だよおお<ー>特進だよつはうやは あ、ああレちさん、今更だけど友達100人作ろう <laughs> そう、もう友達100人は、いや、俺はできるぞ、頑張ってるゆやは、け3月入って、この中国行って、うん、この中国行った人たちとつながって、で、また何、この。 おととしおとといかお、うん、最近あったライブでもまたライブやった人たちとつながってまたこれからいろんなイベントがあると思うからそれでまたどんどんつながりが増えてくると思うあーああツイキャスクロクロニアさん初見夜です見ていってください,い最後まで見ていってくださいこの番組は音楽に の音楽の話をする番組なんですけど、はい、今日はちょっと新学期についていつもはバンドを呼んでバンドの話とかゲストを呼んでやっておりますので、うん、はいじゃあそろそろ次の曲いっちゃいますかいっ,っちゃいますかはいあ俺がリクエスト <laughs> そうですよねさあ次の曲はあの星野源さんの曲で「夢の外へ」です はい、お送りしている番組はロックミュージックサンデーでございます。はい、はい、じゃあここからはですね、さっきも話したんですけど、あのーさ、3月31日にあったライブの話をちょこっとさせてほしいなっていう。いいね。うん、いや、もうライブね、すごかったよ。まあ、い,いろんな意味で。気きたかったけど。うん、気になるバンドがいっぱいいたな、本当に。ああ。 いやもうどれもすごかった。本当に。もう、なこの最初らへんからみんなすごくて、すごい圧がかかってきたっていうのが、<うん S 1> でも、めっちゃプレッシャーで、あの、大トリっていうのがあって、主催だからね、そう、すごいなんか、プレッシャーというか、わかる。しかも、この、 一番最後の、何一年生で一番最後のライブだから、こう、成功させたいではないけど、盛り上げたいっていうか、うん、そういう思いがあって。すごいな、一年生で主催。<laughs> 一年生で主催すご <laughs> 俺、主催やったの、二年生の途中、学校の、学校主催の。ああ。 そあでもこれは、あのすごいあのコン先輩の KON 先輩の力添えもありできたライブでもうなんかこう練習の時からめっちゃ気合い入れてやってたけどやっぱ難しいなって終わってみて<ー>ライブとかバンドとかやるのっていうのはわかるあの、ライブ出たりするのもわかるリハーサルから入るから。うん 結構さ初心者とかは結構,結構あれだよねおおってカルチャーショック受けるよね、うん、あライブってこうなんだって思うけど主催側やってみたらすげえ大変本当にううタイムテーブルやらこの間の曲やら、うん、であの音一番無料だからいいけど箱とかでやるとあ,<ー>あれさ車、うん、とかも絡んでくるから、うん、もっと難しくなったりするから、うん、そう思う 楽しいのはバンドを誰呼ぶかとか考えるってあそそそうそうそうわかるよ例えば自分たちがあんまででも自分たちが主催だからあまり自分たちより上手いバンドは呼びたくないなって思うけどそれよりもあ,、うん、あでもそうなってきちゃうと盛り上がらないから結局っていう。う呼ぶののは俺じゃなくてこの コナ先輩と、あ、コンセ,ンこのコンセ、コンあ、んコンと、<laughs> 名前伏せてたのに <laughs>。コン先輩と、このアンプロの大地さん、トマト、トマトが、一緒に話してて。まあで、俺は、この、主催側でなんか協力したって言ったら本当に MC やったぐらいで。あははいやそれでも、すごい MC も、ぐだぐだっていうかね、<laughs> あの、アンプロのさやかさんと一緒にやって、すごい助けられた。 もう何自分の力のなさを痛感したというか本当にね、この1年やってこんだけかっていう思いがめっちゃ出てきた1年か最後だからすごい俺は盛り上げたかったわけ、自分の中ではで実際、あのピュアフォーさんがやってる時もすごい盛り上がっててこの流れのまま来るかなと思ったら こう落ち込んでったわけ辛つらくて本当に盛り上げきれなかった盛りこの俺は最後だからってめっちゃ気合い入れて盛り上げようとしたのがいけなかったのかなって思ってて、うん、自分たちはそんなそれで楽しめなかったっていうのがあって難しいなって音楽難しいなっていう。 でも俺それに似た経験があって、うん、あのなん <laughs> でか分かんないけど主催のバンドが鳥をやらなくて俺たちが鳥になってはと思ってまあそこまではよかったんだけどまあその時は俺すごい自信あったからあもう任せてくださいと、うん。<laughs> もう先輩たちよりもうこんなこともう俺、その時すげえ口もあれだったから俺で先輩たちよりうまい自信ありますしあーすごい勢いに乗ってた時期っ大丈夫ですよ、本当にもう任せていてください、とるよみたいなあ,<ー>あの、まあ、そのバンドシャンプーハットなんだけど<ー> <laughs> <laughs> シャンプーハット主催じゃなくて <laughs> シャンプーハットのボーカルとドラムとでうちのバンドのドラムが主催だから俺。 3人が主催いでそのうちの2人がシャンプーハットのメンバーだったからシャンプーハットが取りかなと思ったらまさかのうちだったから、うん、ああこれはじゃあもう任せといてくださいと、うん、俺シャンプーハットを飲み込んでやりますよと、うん、超えてやりますよと思ったらシャンプーハットが一番盛り上げて俺たちでドーンって下がってそうもう元気出たしね <laughs> 多分そこで元気出たと思う元気出たし失敗したしああもう,あーもう悪,い悪いことだらけだったと思う そ,うもうそこら辺が本当バンドの難しいところだなってうんあるあるというかうさあここでツイキャスいろいろ来てるんで読んでいきましょうはっオルチさん俺養殖って、はい、仕事のことだよねこれね多分はいえ養<っ>殖業養殖業じゃないの養殖業え漢字間違えてる <laughs> 当たってるよ養殖だようん、うん 養殖料って。はあ、すっげさ、魚かなあ、魚、アワビ。アワビアワビあえ、養殖って言ったら貝じゃないっすかあれ違うかな魚でしょあ,、まあまあ、あ,あ、魚か。わかんない。<laughs> いや、貝湖かもしれない。貝湖意外と貝湖かもしれない。あー <laughs> <laughs> 待って、ちょっと待って。もう天然ってバレたま <laughs> まで。<laughs> 天然の話をしてたから。<laughs> <laughs> バ<レ>たたでしたもうた <laughs> まともに真に受けるぐらいはあもうここで<う>ここでナイスタイミングありがとうございますはい黒黒ニアさんからもよく間違えたりしよく時間間違えたりしてますってああ時間間違えるありますあの俺本当に <laughs> 自分時計持ってるんですけどまアナログじゃなくてデジタル持っててもう今もミニ なんていうの見間違いするから、うん、あのデジタルじゃなくてアナログ持ってるんだけどデジタルの俺ちょっと悪い,悪いのっていうか,かあのなんていうの1時を13時とか14時とかを、うん、俺あれすげえ苦手なわけ <laughs> もう6時なら6時って書いてほしいさ<ー> AM とか PM とか分からなくても大体、うん、分かりやし、うん、だからもう俺はもういいよともう,もうこんな AM とか13時とか14時とかも。 もう大体これお昼の1時って大体考えればわかるから俺はもう,うわーってなってアナログにしいやそのわー,が <laughs> あーだからこういうことで時間違えるだからあのバイト先でなんかバイト先は予約表は16時とか17時18時とかにあってでで俺19時を9時だと思って 7時時に予約がまあ50名くらいあるとするさ、うん、で俺一回一回,回自分で勘違いしてああ9時から50名くるみたいなうわー今日9時から50名だから <laughs> あと2時間くらい暇だなと思って <laughs> 余裕してたから7時に50名来るさ <laughs> やばい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 ややばいそれは最初の頃あったと超最初の頃も働いてもう慣れない時期 バイトしたの時あいやもうパッとしか見れないからそこら辺はやっぱアナログの方ができるならバイトしてる途中に時計つけておきたいけど水仕事とかするからやっつけられないさ時間そう時間も思った以上に着々と進んでくれてそこら辺は良かった。 あーもうなんかめっちゃタイムテーブル通りでああライブがもうなんか怖いぐらいいいなーなんかビシッビシッビシッってちゃんと終わってすごかったそこらへんはなんかすごい先輩方の努力が見られたちゃんとタイムテーブル作ったんだなっていう確か<も>ういいなーうんというわけでねまあ今年度は まだ心と心と部屋の整理中なんでね <laughs> ちょっとねこの音楽に咲く時間っていうのをどんな風にしようか迷っててさっきも言った通り俺らもうやりたいこと全部やってしまいたいからこの外国にも行きたいわけでございますよえ待って待って待って新年度中にこ待ってこの今年度今年度今年度中に 夏休みと冬休みは飛ぶっても自分の中で決めててそれで今語学勉強中でそうそうそうそれでだからあのちょっと音楽に使う時間も割かないとさ割かないとっていうかどの何を優先させるべきか本当に今自分の中で迷ってる期間っていううわマジか そうあ,あってことはバイトしないとないあいや頑張って健品のやつで <laughs> 行くつもりだから<ー>大丈夫 <laughs> はいじゃあツイもらったことだしツイートア読呼んでいきましょう、はい、はいはいオロチさん <laughs> ラジオ聴いてると時間が早いそうなんですよ喋ってても早いもう,うん、うん、嘘ってなるくらい早いんですけどほらオロチさんこの番組はどうなるのって 俺一人になるじゃないかよ <laughs> いやでもそんな長期じゃなくてケンピのあの何 ?2 週間ぐらい12週間ぐらいのやつだからそんな心配は必要ないけどそうさっきも話してた副レギュラー副レギュラー準レギュラー準レギュラーも <laughs> 考えていってるのでその時には多分準レギュラーが開催してると思うんじゃない、うん そうそれでとりあえず今年度は2回が外国行って他のとこ見てきて、うん、で3年生になったらもう長期で留学しようと思ってて <laughs>、ま、マジかマジだよ,マジだよ留学え。高校の途中に留学ってできるもんこれも県費のやつがあってなんか国際性に富む人材育成の企画みたいなのでそういうのがあって。 今年度の募集はもう終わってたから<何>次年度帰国市場になろうとしてんだよいや俺もう中国から帰ってきたから一応帰国市場 <laughs> <laughs> そこら辺は一応帰国市場俺 <laughs> い,い,いいくるめられたぜイエーイくるめられたぜ <laughs> じゃあいいくるめたところで俺のちょっとリクエストをあ,あはいしていいですかはいいいですよはいじゃあ m r s g r e e n a p p でスタートですお願いします

はい。出て,てで、なんか、4月1日は嘘ついていい日で、4月2日は、なんか本当のことしか言っちゃダメな日で、四、えー、!4 月3日は、変なことをしてもいい日っていうのが、ちょっとツイッターで待ってて、ああ<ー>。本当かなみたいな。合成でしょ。<laughs> <laughs> はい、ということで a 4月3日で、ね、変なことをしてもいいって何 <laughs> いや、わからない。わからないけど、なんかツイッターで会って、へえ、みたいな。 さんはほら初めて聞いたって多分嘘だと思いますこういうのは <laughs> 多分 <laughs> だって変なことをしてい,いい日なんて聞いたことねえよ俺 <laughs> <laughs> あってもやらんけどねうん大丈夫俺もやらない俺もやらないそうえ嘘うつかれたついたいやー嘘はついてないけどほんとにね疲れたか。 もう、めっちゃ俺のピュアな心を返してほしいっていうぐらいひどい嘘つかれて。はあ、それ告白かもしかして。うん、告白嘘かいや、あの、うん。まず、まず、序章序章序章から。序章から。まず俺は、その日は、あの、やっぱ部屋、4月1日ことで、ほら、新しい季節の始まり的な感じで。そうだよね。エイプリルフールって考えてないよね。<laughs> うん なんか朝新、えー、学期だとかだよな。そう。だから部屋片付けしようと思って部屋片付けしてお腹空いたからそこのケーズロ行ってお昼食べてあの第二ラウンド部屋片付け第二ラウンドはちょっと休んでから行こうと思って福原が来てあのあのボイトレボイトレ教本を読んでたらあのコン先輩とあの未来効果の S, S だな S, S が 一緒に歩いてて一緒に楽器屋来て、うん、ヤッホーみたいな「お前ら何してんの?」って聞いたら「あー楽器屋あのテリア楽って行ってたんだけど暇だったからショーを読んで服から行こう」っつったっつって「おーおーへえ」みたいな「うん、そうなんだ」と思ってその時は「バイバイ」って言って終わってでその後、まあ何もないまま夜9時なったらなんかその S から。 ごめん真面目な話があるってきておおああエブリフルだけど待って今9時だろうと思って <laughs> なんかエブリフルフって <laughs> そうだね午前中は嘘ついて<う>午後はちょっとそうだ、ね、ネタバらしみたいなだからうんーと思って、うん、まあでもあいつはちょっと何みんなと常識が違う,ーうだよ、ね、人だからない危ないな人ですい危ない危ない危な エイプリルフール狙ってんのかなと思って、うん、一応何って聞いたらバンド内で恋愛っていいのかなみたいなはいお前またエイプリルフールだろうみたいな、うん、送ったら、うん、違うみたいなはははえ待って<ち>エイプリルフールの話だぜオチは嘘じゃないのかい違うよみたいなで、うん、なんか あの本当に俺から行ってすごい勇気出してみたいな<う>あのその前々日ぐらいにこの未来効果の楽器屋で<う>なんかあ未来効果の楽器屋じゃない未来効果の中で2人で作曲作りしてたっていうのはこの2人が一緒にいた現場を目撃する前から聞いてて、うん、あ曲作りしてたんだへえぐらい流してたんだけどその日に<う>待ってみたいなバンド内の恋愛ってどうかなみたいな来て。 でなんか、付き合ってる系の話してて、マジかと思って、どうせお前嘘だろうと思って、その何、コン先輩にアポと裏,裏取りしようとしたら、ちょうどその時タイムラインに今日は楽しかったみたいな、途中で優雅にもあったしみたいなで、そのタイムラインのコメントのところに彼氏みたいな書かれてて、そうだよってあって、うわ、マジかと思って、嘘やろと思って、 で <laughs> 何エイプリルフールかもとは一応頭の中にあったけどこれはなんか先輩だし言いづらいから一応先輩に確認したらそうだよみたいなあ、マジかと思ってじゃあ本当かなと思って俺めちゃくちゃ長文であいつは何小学生の頃から知ってるけどすごい自分のことやりたがる自己中のやつだけどそういうやつだからよろしくねみたいなめっちゃ長文で送ってあそうなのありがとうみたいな。それで 俺はその時めっちゃその先輩と LINE でやり取りしてて盛り上がってて、うん、でいざ、もう風呂入ろうと思って風呂入るねって言ったらあ待っ,待って、待ってみたいなもっと LINE しようよみたいなでなんか12時1分になんかその先輩からいきなり電話かかってきてごめんね、ごめんねみたいなごめんねみたいなはみたいなごめんねみたいな。ごめんねみたいな はあ、みたいな。おい <laughs> でもう、俺、ちょっと風呂入るから、後ででいいですかって言って、風呂の中で、はあ、どうしよう、嘘だったみたいな、俺、めちゃくちゃ長文で、もうあいつのことよろしくお願いしますみたいな、<laughs> <laughs> めっちゃなんか、よろしくお願いします、あいつはそう、俺、送ったのにさ、<laughs> なんかごめんねみたいな、来て、もうお風呂の中でチョパニック起こして、もうやばか,やばかった。 あ、恥ずかしい思いをしたとすごい。ヤバかった。もう。はーいねえ。もうやだはあびっくりした。<laughs> 俺途中の話まで信じてしまったよ。<笑><笑>本当にもうお前が嘘じゃないって言うから、俺その時点であ、俺まで信じてしまった。もうあオロチさん冒頭で話して欲しかった。<laughs> <laughs> やばあその話やばいね。もう。 さすエイプリルフールだねもう十二12時1分にちゃんと電話で返してくるぞらいもう <laughs> もう嫌だ本当に俺どっちにもちゃんとしたちゃんとしたっていうか文送ったのにかん頑張って長続きするようにと本当にもうやめてほしい <laughs> あ,あ俺たちさん時間ないじゃんあ本当だうわ <laughs> やばいやばいやばいあと1分しかないよ <laughs> 待待待ててて、エンディングまであと一1分しかない、ちょっと待って、おるちさん、人間不信になるで、そう、もうもうお風呂場で、俺も信じられないと思って、もう本当に、本当に人間不信になる、これは、しかもその先輩、めっちゃ信用熱くて、俺からの、もう、もうやだって、やり返してやれ、来週、来週じゃねえよ、危ない、危ない、おるちさんの、また来週を。はい もうエンディングでございますはいはいあと30秒しかない、まあ、ねいろんなことがあったはいじゃあね何エンディングっつってもなんか <laughs> 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 もう俺はあの話で頭がいっぱいそうだよ俺もあの話で頭がいっぱいはいでは皆さんねまた来週もこの時間にお会いし,てお会いしましょう「はい、ロックミュージックサンデー」でございましたお相手はツハーユ也とメカルショーゴでしたバイバイまた来週 s e e you